久々の夜撮影でございますあの基本的にね授業動画は夜撮らないって決めてるんですけどちょっと諸事情でスケジュールの関係で、ね、今夜撮ってるんですがっていうことで受験対策シリーズ第41やっていきましょうで今回ねこの9問ですなのでまあ一回やってもらいストップウォッチね是非使ってやってもらってで分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかな ででは早速ね解説やっていいいききまままますすすすのでどうぞよよろししくくおお願いします画面下げますよお待ちくださいいきますもしかしたらねいつもよりね「あれちょっとテンション低いんじゃね配置行きすぎたね」って思う方いるかもしれないんですが今日昼にね動画を撮ったんですよ結構でちょっと NG 出したりしてね結局合計1時間半ぐらいしゃべりまくってて動画で。喉がね結構これガムで声張ってんですけど今。 限界すまあ喋ってるうちに出るかもしれないけどちょっとこの声のトーンで許してください、まあ、ピンマイクでね拾ってるから大丈夫かなと思いますじゃあまず1番からいきましょうでまあこれはね足し算と掛け算があるから掛け算が先ですよっていうのがポイントでちゃんとやっていくと5で、まあ、2と8を約分すると4になりますとだからス4になるからね5ス4になって答えは1でござんまあねござんすって言いそうだったはございます はい次ね。まあルートがある2乗ですけどまあ,あと公式使えばいいでしょうということでこいつの公式は、まあ、左側の2乗。ルート7の2乗。でルートは2乗するとルートが外れるので7。で次がまあ自分がよく言うのはねルート7とマイナス1と2をかけたものがきますよって言うんですけどそうするとマイナス2ルート7になります。で後ろはマイナス1の2乗なんでプラス1と。 でもちろんここでねやめちゃダメだよ7と1は計算ができるので 8−2 ルート7となってこれで OK。で次がねこれ計算して <laughs> A が 3B がス4の時ですね。でまあちょっとこれは気をつけました自分が解いた時も。まあ明らかに計算ミスを誘ってるからね。でちょっと復習なんですが3乗まあ指数ね何乗ってやつさ 括号の外に三乗があるときは、括弧丸ごと三個かけるって意味だからね。つまりこれに関してはマイナス a b 掛けるマイナス a b 掛けるマイナス a b って意味だからね。括弧の外にあるほにゃらら乗はね。ってことはマイナス三つ分だから結局マイナスになります。で a が三つで三乗、b が三つで三乗とこうなる。 でこれを割るんだけど、まあマイナスとプラスなので割り算してもマイナスが残ります。a 一個割るから a の二乗が残る。三個から一個取るからね。で b は三個から二個取るんで b が残りますと、まあこれで終わりでもいいんじゃないかと思うんですけど、a は三、b がマイナス四か。<laughs> これを代入するので、ちょっとこっち行きますね。 マイナス a の三乗、つまり三の三乗だから三かける三で。九かける b のところにマイナス四入れるから。マイナス四、つまりマイナス九かけるマイナス四ですね。マイナス同士なんでプラスになって。くし三十六と。これで終了となります。で四番ですね。二次方程式。で、これはですね。まず左辺に六 x。持ってきましょう。 で、こうやります結構二次方程式ってまああのー、公式因数分解の公式を使って解くパターンと解の公式が非常に多いですその2パターンがねで、これね不意に出されるともしかしたら今回やってくれた方の中でもど忘れした方いるかもしれないですこれどうやるんだっけっていうこれ一番因数分解の公式とかの一番最初にやる技これくくり出しですつまり x 出しますで。 こうなる。ここからえこれまだ下まだ開くか。あ、全然行けたね。え、ここから答えが x イコールゼロと六です。この二個で終了となります。ここにさ、掛け算が隠れてるって考えると、えかけてゼロになるためには x がゼロになるか x-6 が0になななきゃいけないけで x−6=0 イコール0って解くと x6 になるからねだから答えこの2個になりますよっていうで。でちょっとこれおまけなんですけどせっかくなんでねおまけです。青にしときましょう。これとちょっと似た問題でこうなったら。 x2 乗イコール6これ解いてくださいっていうパターンもあるわけですこれどうするかっていうとこれはほにゃららの2乗イコール整数まあ、整数が数になってるときは2乗を取る代わりにここね2乗を取る代わりにプラスマイナスルートをつければこれで終了ですいい これは6、X、文字が入ってしまってるので左辺にまとめてこうやってくくり出しを使って解くんですけどこのパターンもあるので混ざらないように整理しておいてくださいでは5番連立ですねでまあこれは y を揃えようかなと思って y を揃えますじゃあここ2揃えたいので下全部2かけましょうちょっと省略形でいきましょうか2をかけて62でここにも2をかけるから12です2をかけました で y が揃ったんでここは足し算していきましょうそうすると 5x= <coughs> イノードごめんね20になると5で割ると x イコール4ですで、まあ、ちょっと今下の式変えてしまったので上の式に入れていきましょう x のところに4を代入するとラ4 2 y イコール8まとめます 2y=122 イコール12 2で解くと y=6 イコール6となるので x イコール4 y イコール6となります <coughs> ごめんねで、いつも言ってますけど連立に関しては出た答えが合ってるかどうかのチェックができますここじゃなくってね元々の問題用紙を何もいじる前の状態に x が4と y を6を代入してくださいで両方ともちゃんと数が一致すれば数が1というかね式が成り立てばオ OK という感じですねで6番です これは珍しいな珍しいっていうかあのコインをねあ効果を投げるも確率なんですけど4枚ってね久々で見た中学校の問題で3枚までが多いんですよで4枚久々だったんでちょっと使おうと思って今回出したんですけど実際のね受験問題なんだけど枚枚のをを同時に投げます表と裏が2枚ずつ出る確率を求めなさいとでこれ多分表で書かされる方もいるかもしれないんですけど、まあ、自分確率はもう受験図1本で大体やってしまうので受験図でいきますまあ強制はしないんですけど でコインっていうのは、1枚、あ、1枚ないわ。2枚だろうが、3枚だろうが、4枚だろうが、全部、えー、同じような樹形図で書けます。で、どう書くかっていうと、で、表と裏って漢字で書くと、ちょっと画数多くてめんどくさい。時間取られるから、丸×でいきます。丸が表。裏と×が裏ね。で、まず丸スタート。表から始めます。で、コイン、あ、硬貨っていうのは、表と裏しかないから、これの樹形図の特徴って、絶対枝が2本なんだよね。こうやって。表と裏しかないから。 これで1枚2枚投げました。次です。3枚投げます。丸罰丸罰ってだいたいこれが多いんだよね。これが多い。だけど今回4枚投げるからもう1回丸罰がきます。面倒くさそうって思うかもしれないけど丸罰の受験だったらそんな大変じゃないからね。で今丸スタートバージョン書いたので罰スタートバージョンも書きます。 ちょっとお待ちくださいねかぶっ,っちゃったけどこんな感じです。でまず一番右を数えましょう123456788が2個あるから16個つまり確率の分母は16分のから始まります全部で16だからね。で、えー、表が2枚、えー、裏が2枚出てるとこまだ、あ、丸が2個×が2個のとこどこだって話だよね。 まるでこっちる来ちゃうとる3個でなくなるからまる××××ちょっとここは赤にしましょうかここですねここのルートまずねで次ま×○×ならいいからここですね2個○××まるで3個下いきます×る○×で4個×○×まるか5個××まるで6個だとはないですねで数えてじゃあ6個ありましたから16分の6。 確率はね約分チェック必ずしますこれ約分2で約分できるので8分の3となってこれで終了ですいいかな。で7番でございます、えー、底面の半径が3センチ高さが4センチの円柱こいつですねでまあこれ読んだ時にあ表面積かーいっていうね体積だったら一瞬なんだけどねこれね体積は底面積かける高さなんで 9π かける 436π かってすぐ出せるんですけどまあ表面積来ましたとまあ王道です受験よく出ます表面積でまずですねこれはこの円柱の表面積がどういう状態つまり展開図ね広げた時にどんな形になるかっていうのを知ってないと手が出ないんだよねここはねでこれ覚えてください円柱を展開図広げるとまず長方形がきます長めの。 これは円柱の横の横側面ですこここここカーブしてるところここをくるっと巻いたら戻るイメージです。で上と下に蓋の円がありますよと。これが、えー、と展開図、ね、<laughs> で表面積っていうのは常に見えてるところの面積全部だから上と下の円そしてここの長方形の全部の面積を足せばいいんです。で簡単なのは円だよね。 円のの面積っていうのは半径半半径径です半径3って分かってるから 3×3×π なんでこいつ 9π なんだよね当然下もそうですここも 9π ですじゃあ問題は中の長方形なので長方形は縦×横じゃん面積縦×横縦に関してはここ 4cm って分かってるからここも分かってる 4cm 問題横なんだよねここ。 でこれは覚えましょうここに関しては組み立てた時のイメージを湧くと分かりやすくってこの部分っていうのはこの部分とくっつきますよね。だってくるっと巻いたら同じ長さになるはずでしょここの横とこの円の円周は。だから円周の長さがこの横の長さと一致する円周の長さは直径 ×π です。円周はは直径面積は 半半径半径です気をつけてねで円周直径なんで直径6です3の2倍だからつまり 6×π が 6π それが円周、まあ、ここの横の長さと一緒っていう,うに出し方をするんですいいかな円周が 6π だからここの長さも 6π 縦と横出ました 4×6π するとここは 24π になりますと。 9+24+9 すると全部でさ42かだから答えは42忘れずに π ね平方センチメートルと面積だから平方ねこれで終了ですもう王道ですよく出てくるからね覚えておいてくださいで8番はですねえっ、ー、と円周角の定理っていうと3年生の最後の方で 習う勉強を知らないと,ちょっともしかしたらこの時期だと習ってない方もいるかもしれないんですがえそれ使っていきますもし円周角の定理なんだって思った方は右上のビックリマークもしくは下の概要欄にリンク貼っておきますのでちょっとそっち見てみてください簡単です慣れてしまえばねでこれはですねここを出したいんですけど喉 <coughs> が <coughs> まず円周角の定理を使ってですねこのスタート地点2つに注目します。外外にに行ってますねここ 中心にいってる中心角の関係でここの角度はこれの2倍になります40度これ一番円周角の,あの一番大事なあの定理ね40分かりましたとでこの三角形に注目すればあとここですちょっとごちゃごちゃするけどここの角度が出ればさ三角形だからあと引き算で出せるとじゃあそこ出せないかなと思ったらここの反対側がね出せますね 度度度と50度になってるんで足したら70度三角形の中身は全部で1 8 0度のはずなので180から70を引くとここ1 1 0度こことここは体長額で同じだからもちろんこっちも1 1 0度こっちの三角形で考えると40と110が出てる150だよね。で三角形全部で180だから引き算すると出したかった x は 30度になってこれれで終了となりますラストこれ書くのつらかったわ表ね <laughs> こっち書いてないんですけどちょっと省略形で申し訳ないんですがえとある市の最高気温7月のね最高気温を表にしましたとあと度数分布表にねしたんですけどで表から読み取れることとして正しいものを全てってことは2つ以上ありますね答えとしては。じゃあから確認していきましょう。 最高気温が37.0度だから37度ねの日は5日ありましたと37度が入ってるところまずチェックするとさ36から38に入ってるじゃんで10日じゃん10日ってなんだけどもしかしたら10日の中から最高気温が37だった日が5日かもしれないでも「かもしれない」じゃ OK にならないよね絶対そうだよって言えなきゃもちろんダメなのでだから 確実、確証がないので、あに関しては×です。これはダメ。じゃあ、い、e、いです。最高気温が40度以上の日は1日もなかったと。この表ですね、あの、40度以上ないんですよね。40度未満で止まってる。でしかもちゃんと数字足したら、これ31になるんですよ。全部で31日って合計書いてあるから、40度以上あったなんてことはないですね、1日も。ってことは、1日もなかったので、い、e、に関しては OK ですと。で、こっからです。うです。 度度以上30度未満ですねどこかっていうとここですちょっと線引いておきましょうこの部分ここの相対度数が1だと1だと行きたくなるよねこれしかも全てって答え2個あるって分かって2個か3個って分かってるからいと「う」っていきたくなるんだよねこれ違いますうわ先書いておきましょううわ違うんですねこれここに書いてある数字これは度数です度数 相対度数っていうのはちょっと書いておきましょう復習にちょうどいいからね相対度数の出し方覚えておいてください今度数1ですね、まあ、数が1だったと相対度数は全体分のこの数ですつまり全部で31日あったので31分の1が相対度数で相対度数は小数にしなきゃいけないんで計算しなきゃいけないんですけどちょっとめんどくさいんで 省略しまますすがこうやりますちなみに相対度数っていうのは全部出すじゃんその31分の2みたいな感じで全部足したものが1になります全体で相対度数はねだから違うのこれの度数が1って言われたらうは正解なんだけど相対度数がって言われてるからこれひ引っ掛けというかね、まあ、間違いになります。ってことはさ必然的にもう絵が。 丸にななななるわけなんんでですがここれ大事なことなんで、ね、説明聞いいてくださいえ中央値です中央値が含まれるのがえ34度以上36度未満の階級であるとここだねさあ中央値って何ぞやって話ですよ、まあ、これはさ日本語から推測というか分かりやすいんだよ中央真ん中だよね中央の値です今31個あるじゃないですかで奇数の時はど真ん中が決まるんですけど 1>, 1番から31番まで並べた時のど真ん中の数字ですいいど真ん中の数字で今回1から31でいくとど真ん中の数字は16になります16奇数だとど真ん中が決まるんですもしだよもしね1から30偶数の場合は間が決まりませんピタリとどこになるかっていうとこの場合 15ととのの間間になります15と16の間ねだからまあ15と16の間の数字を考えていくんですが、まあ、今回は奇数なので16番目が考えたいとだからまあどっちから数えていってもいいんですけど16番目のやつが入ってるのはどこですかって考えるんです、まあ本当は後ろからいってもけ分かりやすいんですけど前からいきますね1番2番3番ここで8番までいきますよね8番9 10 11 12、13、14、15、16って。16番目、ここに入ってるでしょ、ちゃんと。前から数えてったら。まあ、後ろからも入ってるけど。つまり、絵で書いてある、えー、16番目、ちょこまい、中央値あ。16番目のね。中央値は、えー、34度以上、ここね。36度目はにちゃんと入っているので、意と絵が正解になります。ちょっと答えっぽく、ちゃんと別に書いておこうか。家ですね。という感じです。よろしいでしょうか。 という感じで、えー、ちょっとね、咳込みながらで申し訳なかったんですが、今回は高校受験対策の四種シ,シリーズ第41弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。みんなも風邪気をつけてね。